ということで、いつもならだね、噛んじゃった。いつもならテロップで皆さんに走りの状態とかお伝えしていたんですけど、音声で伝えていこうかなと思います。ということで、試合1週間前になって、轟の競技場で練習した時になるんですけれども、まあもう見ていただいた通りですね、アクセルのメンバーには置いていかれる展開になっていて、とても厳しい状態ではあります。走り方も微妙ですね、ガタガタしてます。というところで練習は終了です。練習終わってさ、カメラずっと回してると思ってこう話してたのよ。今どうやって歩いてるかっていうと、みんな説明するよ。こうやりながら歩いてるわけよ、今街中を。練習終わってこのカメラ回し始めたんだけど、撮れてると思ってたけどカメラ回ってなかったっていう。マジで悔しい。勇気出してずっと話してたのよ、一切回ってなかったカメラ。まあいいでしょう、大会の1週間前になりましたと。何の大会に出るかっていうと、東日本実業団。本当に感深くて、自分の中ではまあ正直ざっくり簡単に言えばよ、登録すれば出れるんですよ誰でも。やっぱりアクセルの名前を背負って出られるってことも本当に光栄だし、プラス今回東日本実業団どこであるかというと、地元山形。運命でしょ。こんにちは。よく来てくださいました。ありがとうございます。並んでる、めっちゃ。ぶっちゃけ言って有名人や。嬉しい。いや嬉しい、めっちゃ嬉しそうじゃん。今帝国グランプリ終わって、みんな一斉に帰ってるところなんですけど、とりあえずトイレ行きながら時間潰したんですけど、フードかぶってマスク深くやったら誰にも声かからんの。有名人ぶってる。今日は帝国グランプリの応援に来ましたので、っていう、はい、日でした。お疲れ様でした。はい、火水木金土、5日前になってます。で、本日はめっちゃ治療する日になります。衝撃波を打ってもらう治療と、あとトレーナーさんに最後調整してもらう治療、2つやります。まあ、ここまで来たら疲労をしっかり抜いてやっていくという形になります。と、公園に来たので座りたいと思います。2日前で天気予報を見ると、今週すごいずっと天気悪くて、天気が心配ですけれども、まあ、いつも通り自分のやれることをやるだけ、それだけになります。まあそれをするためにやっぱり治療は絶対必要ですし、という形になります。お疲れ様でした。はい、ということで、轟で練習した日から2日後になっております。まあ治療も挟んだのでね、ちょっと走り期待していたんですけれども、やっぱり厳しいですよね。お尻の話もちょっとあったと思うんですけれども、やっぱお尻で受けていないですよね。ちょっと抜けてる感じがあります。でも本当にアキレス腱の状態はめちゃくちゃ良くて、走りで変わってるところもあまり見えずですね。アキレス腱左足の方なんですけれども、むしろ右足のケツの方がたまに抜けてる動きがあって、そっちの方がやっぱり見てても気になるシーンかなっていうのは感じます。で、ちょっと動きが悪すぎたので、まあ7割から6割ぐらいの 200m、これも23秒9ぐらいで走ったんですけれども、まあこれプラス 100m もこれも10秒9ぐらいで走りました。でもいっぱいいっぱいだったのでね、これ11秒0もこの時はきついんじゃないかなと思いながら調整しておりました。本日が5月10日になります。昨日が治療漬けの1日だったんですけど、トレーナーさんから体を調整してもらったり、アキレス腱の方に衝撃波を打つのみになっているので、その日以降に影響が出るものは全くしておりません。まあ、昨日トレーナーさんのところに行って体を調整してもらった結果、あと衝撃波を打った結果、アキレス腱の方は走る際には何の違和感もなく走れるようになりました。本当に皆さんのご協力があって、ここまでよく持ってこれたなっていうところであるんですけど、明日休んで山形に行きます。頑張ってきてください。はい、今回僕は居残りです。それではまた明日。さあ早速これから山形に行きたいと思います。新幹線でね、食べるお弁当が本当に美味しいです。ちょっと高いのもね、逆にいいんですよね。めちゃくちゃ美味しかったです。で、しっかりもう YouTuber の鏡ですよね。編集もしますから、僕レベルになると。はい、ありがとうございます。あ、もう寝顔もね、もうこの通りですよ。かわいっとしてる間にもう山形到着というところで、もう僕クラスになるとね、こうやって焼肉も昼から食べちゃいます。いや、絶対ひっくり返すの早い。これは早い、かなり早い。としてる間に、午後からは ND ソフトスタジアムで練習してまいりました。まあほぼ貸し切り状態でね、とても気持ちよく練習してできたことを今でも覚えているんですけれども、まあ、この動き、トロッティングからの流しの動きが一番良かったかなというところはあります。プラスこの SS の走りもね、ちょっとやっぱりまだ右お尻が抜けますが、
まあ、だいぶ良くなってきたなというところではあります。やっぱりブロックから蹴るとね、ちょっと抜ける場面が結構多くなってくるので、これがどれだけ本番になくなるかというところではあります。はい、ということで5月12日になります。 NG ソフトスタジアム東日本実業団が行われる競技場に2日前にちょっと先にお邪魔して、最終調整を今終わらせたところでございます。やっぱりちょっとずっと話してるところの、右お尻から、まあ、ハムストリングさ大丈夫だなってところあるんだけど、ちょっとやっぱ右お尻でちょっとこう設置した時に受け入れない感じがちょっと自分の中であるので、そこが気になりますけども、まあ走れるかなっていうところであります。完走はできるかなっていうところではあるので、今回走ってみようかなというところであります。10秒89ぐらいまでは戻したいなっていう、ところで調整はしてきましたけれども、ちょっとそこは厳しいかなっていうところはちょっと本音を言うとあります。よくて無風で11秒1ぐらいかな、ほぼ順天堂競技会と変わらないかなっていうところであります。でやっぱりそのスピードで走ってプラスまた練習が続行できる状態でまた東京に帰ることができたら、東日本実業団の走りはいいものだったんじゃないかなというところで、できれば終わしていきたいなと思います。なので絶対怪我をしないで帰る、もうこれが一番の目標でございます。明日しっかり休んで本番にしっかり向かいたいなと思います。まあ、またこれから6月7月に大事な試合控えてるので、まあそこに向けてのいいステップアップになれるような試合になれればいいかなと思います。じゃあ本日は以上になります。また明日。これまで前動画で話したブレイドフォアホールですね。めっちゃかっこいい。早速開けたいと思います。やっぱ。はい、ということでアップを終了させました。午前中バタバタしててオープニング等撮れてないんですけど、自分のやられることに集中してこれから 100m に臨みたいと思います。冒頭でもちょっと紹介したんですけど、新ユニフォームに前紹介したブレイドフォアホール。ユニフォームめちゃくちゃかっこよくて、めちゃくちゃ今テンション上がってます。やっぱりテレビや SNS で見るような選手ばっかりで、レベルは高くなってますよね。まあアップした段階では特に問題なく走れそうなので、この後ビデオ回した時に僕が怪我してないことを祈ってしっかり走っていきたいと思います。目標は完走して怪我しないで笑って楽しんでくるってところなんですけど、頑張っていきたいと思います。それではいきます。ダッシュで行こうぜ。はい、ということで東日本実業団1日目が終了したというところになります。お疲れ様でした。いや本当にね、初日からアクセルのね、特にルーキーが大活躍で、いやすごかったね。頑張ってたね。100m 1番6番ってすごすぎる、すごすぎる。そんな武田の今回の TKD の結果は、プラス 1.4 で07でした。いやでもよく怪我から復帰してそのタイム出たよね。マジでね、僕の中では70点です。あ、ほんと素晴らしい。70点。じゃあ良かった点はまずは、良かった点はみんなに言ってたことがあって、怪我を悪化させないで試合を終了させるってところだったんだけど、試合終わってからとアドレナリン効いてるからさ、本当に痛いか痛くないか分かんない状態であると思うんだけど、もう今終わって 4,5 時間ぐらい経つんですけど、全く痛くなくっていうところ、うん、プラス、まあ、11秒0って、まあ、ちょっとお世辞にも早いっては言えないんだけど、正直60ぐらいでうわもう動かんってなって、うん、まあ、これはもう練習不足とデイコントロールの部分がちょっとまだ甘かった。そうそこがやっぱりあの異分走とか詰められてなかった分、うん、やっぱ後半出たなっていうところはあったし、キルス腱は大丈夫だったんだけどお尻の部分全部がちょっと今まだ違和感はあって、うん、まあ悪化はしてないんですけど、やっぱりその後半持たせるにはここの痛みがきつかったなといういいね。ちゃんと自己評価でさ高い点が出るっていうのはすごいいいことと思ってて、客観的に見てても特に俺は一番良かったのはスタートが決まってたなと思ったの、うん、あーありがとう。スタートがちゃんと押し込めててこうすぐに立ってるように見えるんだけど、うんうん、押し込めるポジションでしばらくこの10から15って刻めてるから、うん、11秒0だったんじゃないかなっていうのはすごい思った。ありがとうございます。指導者目線です。いやー気分いいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さんまたのご機会に、さようなら。 あ、こっちだ。OK、 お疲れ様でした。あ、お疲れ様でした。こちらにエンディング号なんですけど、あれ決勝は出ない感じですか。やめといた。あ、やめといた感じで、うん、そうですよね、みんな早いですもんね。みんな早いからやめといた。あ、なるほど。タムジョ9番だったけど、はい、あの入賞やめたの。あのみんな早いんで、うん、離れときました。あ、マジ風強かったっす。しかもですよ、うん、日本選手権出場チャレンジやってたんですけど、うん、過去ワースト出しちゃいました。でも山形すごい悪いイメージで帰っちゃう。ちょっといや山形はなんかいいとこはありましたかね。ご飯何食べた。あ、ガストです。いや
やちょっとやっちゃいましたね。いや待って、ワーストタイムってことさ、待って、まさか靴脱げたより遅かったです。あやっちゃいましたね。きつかった？ 大事件です。いやめっちゃきつくて、うんうん、やちょっと足怪我しちゃったのもあるんですけど、うんうん、これも言い訳なんですけど、あんまり練習が取れなくて、それがやっぱ今日の後半に繋がっちゃったかなとは思いましたね。俺とタムジョ今回似てるとこあって、はい、まあ、カッコハテナがつくんだけど、はい、復帰戦なんだよね。おー、そうですよね。シュエさんもなんかサムネが骨のやつ、そうしてましたもんね、うん、こっから盛り上げてみましょうよ。こっからだよね、僕らはこっからっすよね、こっからね、はい、スタートライン立ったということで今立ちましたと。よしということで、ここから勝負ですと、ありがとうございます。ということでまたコラボ企画よろしくお願いします。お願いします。